3レーンは立命館大学です。4レーンが武庫川女子大学、5レーンは江南大学、6レーンは園田女子大学、7レーンは神戸大学です。スタートしました。一走はほぼ横一線です。江南がやや前に出てきています。江南が前に出てきています。一走から二走バックストレートスピードを上げてきます。トップは江南。ただ江南向こう側女子ほとんど変わりません。デッドヒート、ライバルの両チーム。トップは向こう側女子です。向こう側女子が前に出ました。江南が少しバトンパスミスがありました。ただ江南も伸びていきます。向こう側女子が逃げます。向こう側女子が今1着でゴールイン。2年ぶり6回目の優勝です。1着は4レーンの向こう側女子、2着は5レーンの江南大学、6レーンは3着が6レーンの園田女子、そして4着は7レーンの神戸大学でした。向こう側が去年の悔しさを晴らしました。2年ぶり6回目の優勝です。いや、大阪田さん、はい、最後の最後まで分かりませんでしたけども、ちょっとやっぱりちょっとしたバトンミスで、はい、勝負にがついてしまったかなと。やはりこれスピードが速ければ速いほど難しくなってくるということですか。トップスピードの中でロスなく渡すので、はい、まあ、それぞれナーバスになってるんですけれども、やっぱりミスと隣り合わせだなと、はい、向こう側のバトンパスはどうでしたか。非常にスムーズにいってたと思いますね。はい、はい、